安倍宗党の墓、安倍宗党は、平安時代中期の武将。道の区国の復讐の長とされる豪族、安倍氏の安倍頼時の子。長海作の主で、安倍取海三郎宗党とも呼ばれる。着災であった清原氏の子として、着死角の地位にあったと推察する説もある。欧州奥六軍を基盤とし、父、大事、兄、佐田党と共に、源の頼地と戦う。 一族は奮戦し、貞田らは、最北の鳥でクリア川作で殺害されるが、胸唐らは降伏し一命を取り留め、源の吉家に、とへ連行された。その際、欧州の絵図は、花の名など知らぬだろうと伏別した貴族が、梅の花を見せて、何かと嘲笑したところ、我が国の梅の花とは見つれども大宮人はいかが、ユーラムと歌で答えて、都人を驚かせたという。 四国の伊予国に流され、現在の今治市の富田地区に3年間居住し、その後少しずつ勢力をつけたために、自略3年に九州の筑前国宗像軍の筑前大島に、その後、宗像の大名である宗像氏によって、日朝、日宋貿易の際に重要な役割を果たしたと考えられる。また、大島の継承の地に、 自らの守り本尊として奉仕した、薬師竜理工如来を安記するために、安間祭を建てた。そして、過剰三年二月四日に七十七歳で亡くなった。なお入る先については、伊予から筑前へと移されたという説と当初より、太宰府に流されたという説とがある。長男、安倍宗長宗長は、大島太郎、安倍本の神として、大島の統領を継いだ。その子孫の安倍頼党は、 九州の剣豪として知られ、秋月氏に仕え、剣術流派、安倍律剣道を開いた。次男、安倍中戸中津とむは、薩摩国に行ったとされる。三男、安倍時等時等は、非全国の松浦に行き、松浦氏の娘婿となり松浦三郎大夫人人と名乗る。その子孫は、北部九州の水軍松浦島を構成する一族になったとも言われている。長女、 藤原本平の室、藤原秀平の母。末女、佐々木規定の室、佐々木秀吉の母。平治合戦の後、本願の大見国家盲軍佐々木将を追われた秀吉は、母方のおばの突起先である、欧州藤原氏を頼って落ち延びる途中、相模国の武将、渋谷主義国に武勇を見込まれて触覚することとなった。 岩手県森岡市出身の貴族院議員で、第18.22代東京府知事、安倍博士は、平家物語にある、安倍宗塔と梅の孤児に習い、安倍氏ゆかりの森岡市安倍立町に別邸を建て、阿賀を梅うと名付けた。これは、我が故郷の梅の章の意である。変革の記号は、伊藤博文で、現在は、森岡市原高記念館が所蔵。 クリア川策で継いえた安倍氏を忍び、同様の故事から、森岡市立クリア川中学校の交渉は、梅をかたどる。鳥海の3名由来、www.city.yurihonjo.lg.jp。百合本城氏。2019年9月5日閲覧。ありがとうございます。